さてと、どうやってゼノンの居場所を探すかな。テレビに出てアピールしてみたわ。パパ、どこにいるの？ってさ、却下じゃ。そんなアホな真似をしたら、それこそ父上に絶縁されてしまう。父上は世の身を案じて世間に存在を知られぬよう努めてこられたのじゃからの。あれ、姫様、ティンクがいないよ。まだ寝てるんじゃないの。カエルだし冬眠に入ったのかも。もし、誰だ。拙者、名を雪丸と申す者。ぶしつけではござるが、コロシアムの所在をご存知ではござらぬか。コロシアム、聞いたことねえな。ねえ太郎ちゃん、コロシアムってあのボロっちい建物のことじゃない？うん、そうだね、きっとあれのことだよ。わらべは場所を知っておるでござるか。ぜひともご教授賜りたい。いいよ、確か時空ゲートの番号は GZ256 だったと思う。ほうほう、ゲートナンバー GZ256 と。はい、わかったでござる。いやー、おかげで助かり申した。このご恩、一生忘れません。よっぽど大事な用があるみたいだな。いかにも、こたび、あの魔王ゼノン主催の舞踏会が開催されることに相なったのでござる。ゼノン主催の舞踏会だと。さよう。記念すべき第一回大会の優勝者には、なんと魔王ゼノンへの謁見が許されるのでござる。ゼノンに謁見？それはまことか。宇宙最強とも噂される伝説の魔王ゼノンを間近に見るまたとない機会にござるよ。願ってもないチャンスだが、偶然にしちゃできすぎじゃねえのか。楽に話が進んでさ。お主はその舞踏会に出場するのか。無論、忍者としての使命を果たすために出場するでござるよ。そのござるっていうのも忍者の使命？忍者にとって最も大切なのは心にござる。特に拙者のような未熟者の忍者は、まず日頃からの心がけが大事。だから、ござるなのでござる。そんなんで忍者になれるんだ。なんか、僕にもなれそうでござる。はて、貴殿は…なんじゃ。世の顔に何かついておるか。その瞳に宿る雪のごとき光、よもや我が雪一族のものでは。いや、しかし雪一族の生き残りは。何のことじゃ。世はお主の一族など知らぬぞ。ふう、そうでござるか。その瞳の輝きは確かに我ら雪一族の。もしかすると母上がその一族とやらにゆかりがあったのかもしれぬな。そうでござるか。同じ一族やもしれぬ方とこうしてお会いできるとは感激でござる。拙者が無事に使命を果たした暁にはゆるりと語り明かしたいものでござるな。では拙者はこれにて。さらば。変わったやつだな。ねえ兄ちゃん、これからどうするの？
俺たちも舞踏会に参加するぞ。当然の判断じゃな。父上にお会いできる機会と知りながら黙って見過ごすわけにはいかない。すいません、朝シャンしてて遅くなりました。朝シャンってあんた、その頭で何笑うっての？いやー、こんな姿になっても昔からの習慣って抜けないんですよ。あはは。の魔力ならば一夜にして城を築くのもたやすきこと。驚くほどのことはないけど、何の目的があって舞踏会なんて。ちょっと不気味だぜ。魔王の神魚は俗人の及ぶところではない。考えるだけ無駄じゃ。とか言ってただの気まぐれだったりして。も参加するんだ。お前は魔人エトナ。この人が魔人エトナ？本当？嘘だ！兄ちゃん、この人に負けたの？こんなとこで会うとはね。私たち案外縁があるんじゃない？縁などあるものか。あの日のこと世は忘れてはおらぬぞ。マジで？あんた結構根に持つタイプ？あの時はあの時、今は争う理由はないんだし、過去のことはさらりと水に流しといてよ。勝手なやつだな。で、お前は何しに来たんだ？まさか。冗談。私が出場したら即正体がバレて舞踏会どころじゃなくなるじゃん。じゃあ何しに来たんだ？プリニーを出場させて優勝するの。でもって魔王ゼノンに近づいてぶっ殺す。どう？パーフェクトな計画でしょう。よろしくっす。とりあえず頑張ってみるつもりっす。どこがパーフェクトな計画なんだよ。こいつらじゃ頼りないだろ。そうなのよね。こいつらと当たったら負けてくんない？アホか。父上を害するのが目的と知りながら世が負けてやると思うてか。まあまあ、そこんとこは持ちつ持たれつってことでね。ねえ、じゃねえよ。じゃ、そういうことでよろしくね。行っちまった。いきなり波乱の予感じゃな。ようこそコロシアムへ。こんなとこで何してるんだ？俺様は舞踏会の司会者兼審判だ。つまりこのコロシアムにおける神。なんじゃと。超有名なダークヒーローアクターレ様にぜひとも司会を頼みたいと魔王ゼノンから直々の依頼があってな。人気者はつらいぜ。魔王ゼノンから直々に？どうも嘘くせえな。本当は何でもしますから雇ってって土下座して頼み込んだのよ、魔王ゼノンの手下に。テレビ中継が入るって噂もあるしね。なんとかテレビに出るために必死なのよ。
よディレクター。大人の世界の裏側をバラすなんて、子供たちが夢を失ったらどうする。いや、最初から誰もお前に対して夢も希望も持ってないと思う。何を？このコロシアムで俺様にそんな口を聞いていいと思ってるのか。ならば思い知らせてやろう。いきなり1回戦スタートだ。なんだ問答無用で1回戦かよ。言っただろう、このコロシアムでは俺様が神なのだ。どうしよう兄ちゃん。余計な手続きが省けて好都合だ。言うまでもないが、全力で勝ちに行くぞ。なんだか楽しそうじゃな。まことお主は戦闘オタクじゃな。バカ言うな。お前との約束を守るためじゃねえか。ま、口では何とでも言えるからな。その約束を見事果たして証明してみせよ。兄ちゃん、1回戦の相手が出てきたみたいだよ。たちの1回戦の相手を紹介しよう。その名も無敵勇者団の皆さんだ。無敵だって。息災、ゼノン様を倒しに来た別世界の勇者たちってとこでしょうかね。その通り、我らは魔王ゼノンを滅ぼすためにはるばるやってきた無敵勇者団。見よ、この完璧なる無敵装備を。無敵ソード、無敵アーマー、無敵シューズ。どうだこの無敵っぷり。いや、どうって言われてもな。なかなかの強敵っぽいですよ。アデルさん、どう戦うつもりですか？無敵だろうと勇者だろうと関係ない。正々堂々叩き潰してやるだけだ。兄ちゃん、もうちょっと戦術を考えようよ。正面突破も立派な戦術だ。失敗するな。俺に任せろ。戦闘オタクめ、親の顔が見てみたいものじゃ。